えー、アルカリドルイ金属元素を勉強しますでアルカリ土類金属と言って元素を言わない場合も多いんですけどこれはあの元素の周期表の二属元素にですね、えー、二属元素にベリリウムとかマグネシウムとかカルシウムストロンチウムバリウムラジウムの六元素があるんですね二属元素にですよ。でそのの二属元素の中で、えー カルシウムとストロンチウムとバリウムとラジウムの4つの元素だけをですねアルカリドルイ金属元素と呼んでんですですこれはですねこの4つの元素も非常によく性質が似ているんです。ということであのそういうことでこの,、えー、この4つのカルシウムですねそれからストロンチウム、えー、あのバリウムそれから ラジウムこの4元素についてアルカリドルイ金属元素従ってですねアルカリ土類という名称がどうして土類、えー、なんて出てきたかっていうことですが、まあ、古くよりですねそれは土類と書くみたいに書いておりますようにそれはあの強く熱、ね、しても変化しないでしょ。そういうものを想像したものであったんですね。 ドリいうことはでこの,このうちにですね水に溶けまして水に溶けてアルカリ性反応を呈するものつまりあの酸化カルシウムとかですねですから酸化ストロンチウムとかそれから酸化バリウムとかこういうものをですねつまり水に溶けてアルカリ性反応を呈するものそれが CO とか SRO BAO とか BA o なんですねだからこれはアルカリ性反応を呈するからアルカリという言葉を使ってそもそもその,あの土類の土リをそのアルカリ土類と言ったんですね。で従ってこれを作るですね元素すなわちカルシウムとかストロンチウムとか、えー、バリウムこれを総称しましてアルカリ ドルイ金属と呼んだ経緯,経緯があります。